よ、いけた。で、この奥のところからこう、あれ？あ、これもおかしになったのか？ややこしいんですよ、これ。なんか変に噛み込んだりするんですよ。なんかこう、行方知れずみたいなことになって、これ。ほら、行方知れず。行方知れずね、これ。行方知れず状態。これが、なんか噛み込んで、またこれ、ほら。全然動かへん。で、この状態で組むから、もう、この前みたいに、悲惨なことになるんですよ。で、これを、どうすると、なんでこれすぐ噛み込むんやろな。嫌なことになってるでしょ。で、噛み込んじゃってたら、これ。で、これがエンジンと繋がるでしょ？ここが。インプットシャフトっていうの？で、エンジンと繋がります。で、エンジンと繋がるから、ここの軸の、いっちゃんちっちゃいギアが、エンジン一周に対して、ここ。これかな？これが、このエンジンと繋がってる軸上の一番ちっちゃいギア。で、これがエンジン一回転につき、ちょっとしか進まないから、一番、途半能力に優れてる一速ですね。で、一速、二速、三速、四速。で、決体なんが、このミッションはですね、ちょっと村八分された外にですね、五速の位置があります。一説によると、もともと四速の万用のミッションに、無理やり五速追加したんちゃうかみたいな話があるんですけど、んでこれが五速。で、もちろんバックの時だけ、ウィーンっていうのは、このギアの形状が違うんですね。平場？何やったっけ？なんか言うんですね。で、これの方が、まあ、ええんすわ。何や、わかんないですけど、とされてます。なので、競技車両のミッションがヒューンっていうのは、全部この刃で作られてると。で、まあでもこの刃の方が、この斜めバーよりも、接触面積なんか強いんかな？何や、よくわかんないですけど。また興味を持てば調べれます。はい。で、ちなみにミラーは、ここがすげえ弱いとされてますね。どういう動作をするか。これが一速とか、これは一速かな？これが一速繋がった状態。一速。で、ニュートラル。で、これが二速かな？要はシフトパターンの、一速、二速っていうのを、ここでこう再現しとるわけですね。ワイヤーでこのケーブル引きでこう実現しとると。で、ニュートラルの時は、フリーになりますけど、一速が入ると、完全にこいつが、軸と固定されるので、一速と噛み合います。で、ニュートラルにすると、こいつがこのように、フリーになるのかな？合ってる？なんか、繋がってる。まあ、7や、まあ、フリーになるんですわ。で、2速入ると、この2番目の太いギアとこいつが、ちゃんと合ってるな。噛み合ってます。で、ニュートラルにすると、こっちもこっちもフリーになります。1速に入れると、こんなこと飛んでて、こいつとこいつが、噛み合いますよと。はい。で、これが1速と2速。で、容量一緒ですね。んで、次に、ニュートラルにして、次、真ん中。これ。で、これが3速。入りにくいな。入りにくいな、ちょっと。ちょっとずれとるか。あ、これが3速と4速。で、一番奥にすると、5速とバックが入りますよと。で、5速からバックに間違えんように、間違えて入らないようになんか装置がついてるはず。ついてるらしいので、その辺も確かめましょう。どうなったらそれが実現できるんやろ。著作権とかがあるんであんまり多分出しちゃダメだと思うんですけど、まあ、ここでその点検方法が、載ってますね。多分あんま映したらあかんちゃうかな、これ。まず、シフトフォークシャフト組み付け後の点検で、二重噛み合い防止機構とシフトミス防止機構の点検、シフトセレクトシャフトをリバースにすると、絵を参考にすると、リバースなんで一番奥ですね。一番奥にして、これを。で、リバースなんでこっち。これがリバースですって。で、この状態で、セカンドシフトシャフトを軽く押したとき、シフトしないことを、大丈夫やな。はい、シフトしません。
今リバースに入っている状態で、これらはうまいこと止まっているので、二重噛み合いっていうあのロックしちゃう状態ですねは、うまいこと機構が効いてますよと。で、シフトセレクトシャフトを5速にシフトした状態でニュートラルに戻さずに直接リバースにシフトしようとしたときに、シフトしないことを確認するということは、今リバースですけど、これをこうすると5速ですね。で、これをニュートラルに入れずに一気にこう、あれ入ってしまってるやん。あれ？あれ入るやん。あれ？入るやん。これが入ったらあかんらしいんですけど。え？え？ほんで分解してみたらめっちゃ汚かったんで、ここも分解せなダメですね、これ。汚ねえよ。なんか噛む機構みたいなのがついてる。うん。なんかだからこれがなんかなるんですよ。とりあえず綺麗にしてちょっと確認します。ここにあのピンが入ってたんで、よいしょ。こんなやつ。ね。で、これ抜いて、で、そうするとこれが外れんちゃうかな。お、外れた。で、どうなんやろ、どっちから抜けんやろ。お、うん、あ、なんか汚いな。この中がこんな汚れてんのは気づかへんかったな。で、次にこいつがここにこう当たって外れないので、こいつを緩めなあかんわけですね。いけた。やっぱ理解しようって思うと、とりあえず一回全部分解する必要があるんですね。これで噛む機構がちょっと理解できるかも。で、あ、これか。で、ここをこうギューッと押すと、ここにもまたピンが。これね。またしても。で、こんなやつ。で、いよいよこれで、はい、うん、汚ねピカピカにします。でですね、一回このピンをね、このスイッチ、ここのね、ここのピン通す位置を間違えてここにしたりして、無事組み上げて、無事ですね、組み損じました。今日ミッションとエンジン合体させてメンバー乗せるつもりやったのに。見てんのかいな。これ、こ、もっとこ、こっち出てこなあかんのに、ここ、引っかかってしもてるわ、これ。ここ。逆や、これ。ほんで、組み直しまして、これがこう、ちゃんと奥まで。で、多分さっきあのバックの機構がうまいこと言ってなかったのは、なんかここをちょちょって僕が触った時に、ここ、これバネをこう、よじって、結構テンションかかってんすよ、これバネ。で、これが多分、バネのスプリングの張力がうまいこと効かへん状態になってたんちゃうかな。多分これ今、こう動くでしょ？で、これを多分、こっちとかでしちゃうと、ほら、ストッパーがアホになるでしょ、これ。しかし、これを必ず、バネ力をこう出して、で、こう止めとかないと、こうね、多分これちゃうかな、原因。でですね、元からついてたこれが、なんか油で膨らんでしまったんですかね、ブヨブヨになってしまってたんで、これで多分いけるんちゃうかな。ちょっと、で、こっから、あれ？マックからニュートラルなしで5速に入るやないかい。そう。あれ？なんで？うん、でも5速からバック入れへんから、もう一回ちょっと見よう。合ってるんちゃうかな？ 5 速から、5速から、ねえ、よくわからへんな。
こいつ見ててくださいよ、こいつ。ここが、ドン付きに行きます。はい、押し込みます。でこれで、こっちが5速でニュートラルでバックとなってます。で、5速の状態からもちろん1回ニュートラルにして、でバックは入るんですけど、ここね、一応覚えておいてくださいよ、ここね、ここで、これをニュートラルに入れずに一気にやろうとしたら、はい、手前で止まりましたね。でもう一度ニュートラルにしてバックを入れるとここまで来ます。でこれを5速から一気に行こうとするとここで止まる。でこれが、5速からバックに入らないようにする、なんか機構です。うまいこと言った。こういうね、棒が入って、でこいつが、クラッチのリリーズを押すんですけど、ここの隙間にプラスチックのブッシュがいて、でこれよく傷んでるんで気をつけてくださいねって詳しいおじさんが教えてくれはって、長年使用したであろうクロスフォーの方は見てください、こんな風にブッシュがもう傷んでしまっててダメですね。もうそしたらもうデイ何かも分かりませんけども、もういよいよ積みにかかりますよ。あ、ちなみにメンバーは、全部防製やり直して、再塗装済みでございます。大変なのよこれがまた。